ニコラ・ボーダン・ニコラ・トマ・ボーダンは、フランス出身の探検家。ラ・ロシェル近くの島、レシマの平民出身。20歳でフランス東インド会社の小船隊に、加わる。その後フランス海軍に入り、アメリカ独立戦争では、カリブ海で従軍した。戦後オーストリアの植物学者を、インド洋と太平洋に送る船の指揮を取り、その機械に船で植物と動物を生きたまま運ぶ。 方法を身につけた。1792年、フランスがオーストリアと開戦すると海軍に復帰しようとしたが果たせなかった。1795年、フランス国立自然史博物館の館長をアントワーノ・ローランド受賞を訪ね、カリブにおける植物採集の航海について提案した。その旅行で彼は多くの珍しい植物、鳥、昆虫のコレクションをフランスへ持ち帰って、 評判となった1800年10月、政府に新たな学術公開の提案を行っていた。彼はオーストラリア沿岸の地図を作成する探検の指揮者に選ばれた。フランソワ・ペロンら9人の動物学者と植物学者、レシノーを含む自然科学者を乗せ、ジェオグラフ号とナチュラリスト号の2隻で出航1801年5月、 オーストラリア南西のルーイン岬に到着して調査を開始した。1802年4月にエンカウンター湾の沿岸の作図をしていたイギリスの航海者マシュー・フリンダースに偶然であった。その後イギリス植民地シドニーで補給し、その木の材料の名前を取ってカジュアリーナ号と名付けられ新しい船を購入した。彼は標本でいっぱいになったナチュラリスト号を本国に 送り返し、タスマニア、ティモールへと旅立った。彼は、その後、本国に帰る途中モーリシャスにより結核で死んだ。ありがとうございます。